どうも、わさびチャンネルです。今回はこんなものを手に入れてみました。廃校機の 36V コードレスロータリーバンドソー、モデル名 CB3612DA っていうものになります。オープン。おお、きたー。ジリーン、ごつい。いや、かっこいいっすね、これで。これはバンドソーの刃ですね。ちょっとまずこれ最初にこの刃を取り付けたいと思います。純正の18山のバンドソー用のブレードですね。まずここ緩めて、裏ですね、これ裏面、ここをこう外して、こんな感じですかね。でこうかけると、まあこれバンドソーの刃ってこの上下だけ気をつければもうあとは間違いようがないんで簡単に取り付けられますね。よし、これでかけたんで、こう締めると。こう締めてあげればこんな感じで準備ができました。でこれバッテリーはこれを使います。マルチボルトバッテリー。これ以前廃校機さんから 36V の充電式掃除機を支給してもらった時に合わせて、これ支給してもらったバッテリーですね。そう、このバッテリーってマルチボルトって歌ってるだけあって 36V の工具でも 18V の工具でもこれ1台で動かせるんですよね。いや、だから非常にこの汎用性が高いというか、だからこれ素晴らしいですよね、このバッテリー。そう、この工具を手に入れる時にこのボルトに左右されないで自分の欲しいものをこうこれ1台だけあれば作動させられるんで、これは本当にいいバッテリーだと思います。じゃあこれ使って動かしてみたいと思います。こうセットして、でまあこんな感じでこことここ左右に安全ロックボタンみたいなのがあるんで、これ押しながらトリガーを引けばこんな感じで作動させることができます。ここにはこんな感じで LED もついてますね。でこうフックもこう引っ掛けられるフックもついてます。まあそもそもバンドソーって何かっていうと、さっき取り付けたこの帯状のブレードですね、これをこんな感じで回転させることによって金属とかをこう切断するっていう、まあそういう道具ですね。はい、じゃあちょっとこれ早速いろいろ切ってみたいと思います。じゃあまずこれ単管を切ってみたいと思います。ここに、あ、これ持ちやすいな、ここのハンドルめっちゃ持ちやすい。ここにこんな感じでスピードを調整できる、1から12345で A、 ここは最後 A になってますね。これオートモードらしいです。ちょっとまずオートモードで切ってみます。早っめちゃくちゃ早っ。これ3段ギア減速機構が備わってるらしいです。これ切断スピードは従来品の6倍ぐらい速いらしいです。くそ速い。これこのオートはすごい楽ですね。これあれですね、なんかオートにしとくと切り込んだ時に多分この内部のコンピューターがこう判断して減速とかそういうのをこう切り替えてるっぽいんで、ちょっとワンテンポ置きますね。ちょっとこの5で切ってみます。うわー、早っ。あっという間に単管が切断できますね。単管じゃないこういう架空型のやつですね。これもちょっと切ってみたいと思います。はやこんな感じでスパッと切れちゃいます。
面もすごい綺麗ですね。はい、これ自分が所持してる牧田さんの 18V のバンドソー、これは6段階までこう変速がついてて、これはこれで速かったんですよね。ちょっと比べてみたいと思います。これわさび田にあった風で曲がっちゃった単管ですね。せーの、やっぱ速いわ。で、まあ、こっちは 36V でこっちは 18V なんで、まあ、その差もあると思うんですけど、せーの、明らかに切断スピードがこれ速いですね。これはこれで速いし使いやすかったんですけど、まあ、なんでそもそもこれを手に入れたかっていうと、その切ることのできるこの幅、この幅がこの2つで違うんですよ。こっちは最大 66mm のものまでこう切れると。ただですね、こっちはこれ最大 120mm、 ここだ、ここが 120mm ですね。ここが 120mm までいけて、この幅は最大 127mm までこう切れるという。で、しかもこれマルチボルトなんですよね。だから 36V とか 18V の工具にも使えるんで、汎用性のあるこのバッテリーで、なおかつこの幅を切れると。なので、これ今回いいなと思ってこれ入手したんですよね。こんな感じで切れる幅が全然違うんで、こんなのも切断できちゃうんですよね。そう、最近自分ユンボを改造したりとか、そういう時にこういう太い幅のある鉄をこう切ったり溶接したりとかっていう、まあそういう作業が結構あって、それをやるとなった時にこれだともう、こう切れないんですよね。もう入んないから幅が。けどこれだと、こんなに幅があるものでもスパッと切ることができちゃいます。っていう感じで、今これAZ の切削油ってやつですね、これをここにこう巻きながら切ってあげたら、なんかさらに切りやすくなったような気がします。これやってあげればこのブレードのこう寿命も伸びたりするんで、場合によってはこれ使いながら、まあ、ちょっと運用していきたいと思います。まあ、冒頭でもちょろっと紹介したんですけど、ここにこんな感じで LED のライトもついてるんで、この夜間とかこう暗い部屋の中の作業でもこうこの部分を照らしながらできるんで、効率よく作業もできます。で、ここにこうフックもついてるんで、まあこんな感じで、かけたりとか、フェンスとかですね、フェンスとかにもこうかけて、吊るしておくこともできます。 それとあと個人的にワクワクというか、まあ、すごく気になってるのが、ここに、まあ、こんな感じでネジ穴がこう切ってあって、このネジ穴なんですけど、なんと定置式スタンドなるものがあるらしくてですね、それをこうつけることによって、こうバイスにこう挟んでこう切ったりもこうできるっていう、このスタンドもあるらしいんですよね。で、しかもそのスタンドが、なんていうんだろう、こう縦型にしてこういうコンター作業もできるっていうスタンドがこうあるんですよ。で、個人的にそれめちゃくちゃ気になってて、それもまたお小遣いがたまったらまた手に入れてみたいと思います。まあ、今回撮影用にいろいろこう切ったんですけど、バッテリーはまだ1メモリも減ってないですね。これは結構燃費もいいんじゃないかなと思います。まあ、ガンガン数切ったわけじゃないんで、ちょっと正確にはまあ分からないんですけど、一応この 36A18 っていう、まあこの電池ですね、これを使った場合は配管用の交換は30カットぐらいできるらしいです。その交換がまあどういうものなのかっていうのがちょっとパッと浮かばないんですけど、こんな感じで結構数を切れるらしいですね。これ実際に使ってみてめちゃくちゃ使いやすかったんで、今後愛用していこうと思うんですけど、まあ、今回使ってみてここがなと思ったのが、まあ重いですね。重い、かなり重いんで、壁越しのものをこう切ったりだとか、不安定な足場のところでこう切ったりする場合は結構こうホールドするのに力がいるというか、なので重量が結構あります。で、あとはこうバッテリーをこうここで
バッテリーチェックできるんですけど、これさっき出てきた他のバンドソーですね。これみたいにここでこんな感じでこのバッテリー以外でもこの目につくところでこの電池の残量をこうインジケーターかなんかで表示してくれればありがたいなとは思いました。であとこの裏側かな、この裏側、まあ、これ比べてばっかで申し訳ないんですけど、こっちだとこんな感じでワンタッチで開けれてすぐに閉めれて、でまた次の刃をこう変えやすいんですけど、こっちはこうなってたりとか、この部分ここ外してここ外してとかってちょっとここが手間がかかるかなと思いました。だからワンタッチでバカッとこう開いてこう変えられればもっと便利かなと思いましたね。このブレードなんですけど、使い方誤ると結構すぐ切れちゃうんで、これ上手い人がやればそんなことはないんだろうけど、自分みたいな素人とか、まあ、あの使ったことのない初心者の人とかがこう力こうかけてこう切ろうとするとこれすぐ切れちゃうんですよね。だからそういう場合取り替えがこれちょっとめんどくさいかなと思いました。でもそんなところですかね。でもマルチボルト、これはもう本当に素晴らしいなと思いました。でパワーも申し分ないです。でコンター作業もこうできるようになるとなると、今後これかなり活躍してくれるんじゃないかなと、ちょっと楽しみです。はい、で今ここいろんな作業をしてる、まあ、作業場ですね、まあ、作業場っていうかここ物置なんですけど、ここをちょっといろいろごちゃごちゃしてきちゃって、結構いろんな工具も今揃ってきてて、以前から夢だったガレージをちょっと新しく制作しようと思ってて、そこができたらガンガン DIY とかチャレンジしていきたいなと思ってます。でまあそこでこういう工具たちもバリバリ活躍していってくれると思います。そっちのガレージの方も完成したら動画にしていきたいなと思ってるんで、ぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで今回は廃坑機の 36V のコードレスバンドソーの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。